2022明治安田生命 J1 リーグ第12節です。ゴールデンウィーク最終日、パナソニックスタジアム吹田からガンバ大阪、ヴィッセル神戸の関西対決をお楽しみいただきます。現状、水沼さん、ガンバは4バック 4-4-2 なんですね。そうですね、まあ、なかなか守備をこう構築しようとするとなかなか前に出てくるパワーが出てこないし、はい、まあ、前にがかりになったらちょっと後ろ怖いしみたいなところでバランスがなかなか取れない。ただ一森によってだいぶ助けられてる感じがしますけどね。ヴィッセル神戸は、まあ、ロティーナ監督、基本アンカーに扇原を置いて、まあ、ご覧の 4-3-3 をベースに考えているであろうという戦いだったんですよね。そうだと思います。小野瀬で取る、高い位置で取れました。中村行く、中村パスチャンス、パトリック、ギリギリでしのぎました神戸。パスが、ボールが滑らなかったですね。はい、小野瀬のボールハントから中村のパスでチャンスになりました。ゆるきが来た、一度キープ、武藤は中入ります。初戦クロス、クリアに坂井豪徳、枠を捉えましたが一森がしのきました。思い切って狙ってきましたね。はい、これで後ろで取り切れるかどうかガンバ。ゴブゴブ中村、前に出て奪いに行った奥野が左、パトリックが中村打ってきた、平通り、最後フィニッシュ中村二郎です。走り合いパトリックと菊池、これ面白い、体入れたパトリック、笛が鳴った、あ、鳴らない、笛は鳴らない、確認はしますかね。はい、はい、今左の耳に手をやりました池内主審です。残り足が引っかかったかなっていうぐらいですかね。はい、レビューを行います。入念に確認を行ってます。まあ、PK ではないとは思いますけどね。はい、ファール、ファールを取りまして、あの位置でファールですと道具層ですってことですかね。はい、赤が出ました。決定的得点機会の阻止、デナイアルオービアス、ゴールスコアリングオポチュニティ。まあ、今水沼さんがおっしゃった道具層ということで、菊池退場です。中村二郎、コーナーキックです。ちょっとコースが甘かったですかね。縦、これで低い球を入れに行きます。山見下げます。中村またいで右足パス、柳沢、パスガンバ決定機。左足、コンビを右ポスト、強烈、強烈、すごいシュートでした。いやー、本当すごいシュートでしたね。これがあるんですね。小林はやはり井上に代わって入ります。あ、大迫に変えてイニエスタ、山見のヘディング、イニエスタが拾います。さあイニエスタ、おーと、初生へのパスを引っ掛けました柳沢。中村とイニエスタのマッチアップです。間を通した、いい、中村が入れたチャンス、パトリック落とした、山見、いや、最後のシュートは浮きます。イニエスタちょっと低い、運ぶ、まだ行く、うわ、いいとプラスを出しました、武藤が打つ、ナイスキーパー一森、こぼれ球、これは黒川がクリア、イニエスタがまさに急所をついてきました。決定機でしたね。
一度入れたチャンス、山見が打ちました。ナイスキーパー前川、よく反応しました。後ろまで伸ばしてきました。止めといて柳沢、今回はガンバ久しぶりの得点きました。50分ぶり、久々の1点です。まあ、デフレクションしたのですごくいいボールにはなりましたけども、はい。まあ、セカンドボール、まあ、いいところに詰めていた、まあ、最初のボールでもね、こうなかなか決まらないコーナーキックが続いていて、はい、ようやく来たシーンですね。片野坂監督は冷静ですね。イニエスタ、ダワン、パトリック、ウェリントン・シューバー、カットイン、カットイン、打ったー、ガンバ待望の2点目、途中から出てきたウェリントン・シューバー、91分、今日は2点目も取りました。2対0です。まあ、左サイドの作り方も非常に良かったですし、はい、まあ、連携も良くて、ただ神戸からするとやっぱディフレクションしてるんですよね、これもね。そうですね、はい、シュートブロックには入ってるんですけども、それがコースが変わって入ってしまったっていうシーン、まあ、1点目も、ね、ディフレクションが相手に渡ったっていうところもあったので、ちょっとついてない部分は神戸にはありますかね。山見、5分過ぎた、今両手が上がってファイナルホイッスル、コンギョンウォン、ウェリントン・シューバー、ガンバ大阪2ゴール、ヴィッセル神戸をゼロに抑えて、片野坂監督のチームは4月2日の名古屋戦以来、リーグ戦6試合ぶりの白星です。